そう、手元に置くことにしたの。彼、どうやら途中能力を取り戻したことを隠していたらしいの。組織との接触は見られないけど、念のためもう一度身辺調査をかけてみて。いいえ、記憶は戻っていないみたいよ。須崎が何か言うようだったら私の方から説明しておくわ。アキレス腱になりかねないことは分かっているわ。力は隠させる。ただ向こう側に知られている可能性は。起きたのね。張り詰めていたものが緩んだせいでしょうね。なあに、楽しそうにして。はあ、平和ボケした頭ね。命がけになるのよ、理解していて。いい？お前は無種族の超人なのよ。そんなことまで見失っているのね。超人、狩猟者、狩人、超越者、どれも指し示すものは同じ。つまりは異能者のことよ。それは超能力じゃないの。極端に発達した狩猟本能が何らかの形で発露したものよ。古代、英雄と呼ばれていた人間の多くは異能者だった。でも、時代の流れとともに表舞台からは姿を消して、今は秘密結社として存続している。彼らはガーディアンと呼ばれることが多いようね。表向きには人類や社会、平和、そういう見方もできるでしょうね。それは無理な相談だわ。だって私たちはガーディアンと敵対する立場だもの。向こうにしてみれば、お前は裏切り者のようなものよ。のこのこ顔を出してみなさい。丁寧に拉致されて、取り調べのフルコース。最後は歴史の闇にドボンよ。よく調べたわね。そうね。そのあたりは、いろいろと複雑な事情があってね。お互い抑止力が働いているの。お前はガーディアン組織から外れた超人なのよ。力に気づいてからずっと隠してきたのよね。たくさん一つの国ができるくらいの数がいるわ。もうそれは一つの別世界と称しても差し支えないほどよ。抵抗する力が我々にはあるのよ。見なさい。
これが私たちの力、魔物よ。別に悪魔でも人でもモンスターでもいいのだけれどね、今だったら本当にユーマと呼ぶ方がカモフラージュできていいのかもしれないわね。魔物を使う者たちと魔物を狩る者たち、争いは必然とも言える構図だとは思わない？隠されてきたのよ。お互いが超常の力を持っている以上、お互い俗世間の注目を浴びるような真似は避けたい。看板を掲げるでもなし、俗称に過ぎないけど、ガイア主義者、またはガイアと呼ばれているわ。付き人でも、弟子でも、秘書見習いでもよくてよ。そこまで期待しないわ。私が呼んだ時、そばにいるだけの簡単なお仕事よ。ほとんどの会員は知らないのだから当然よ。知っているわ。調べたわよ、出会った直後に。いろいろなことが分かって、だけど分からないことも多かった。私たちはこういうことがあまり得意ではないから。小太郎、お前は今とても危険な立場にいるわ。ガーディアンはノラの超人を認めていない。もしお前が力を持っていると知られているなら、監視がつくのは自然なことだわ。味方に引き込むか、秘密を誓わせるか、それができないと判断されたなら、とても悪いことが起こっても不思議ではない。それについては謝罪するわ。お前の立場を悪くしている一員は私に関わったこともあるのでしょうから。私は聖女のしもべよ。日本の魔物使いたち、大半がマーテルに属しているのだけれど、その象徴的存在が聖女。聖女は代々指名によって選ばれるのだけれど、その候補生が聖女のしもべ。古代のガイア主義者たちにとっては教祖そのものだったけれど、時代は変わったわ。その通り。念を押しておくけど、お前の力は決して人前で見せないように。まあ、お前にその枠を塞いでもらえるだけで十分助かるわ。それともう一つ、
謝らないといけないことがあるわね。学校のことなんだけれど。軽率な黄色いお猿さんだこと。まあ、私もそのことを言おうとしていたからちょうどいいのだけれど。でも意外だわ。一番この空間に執着しているように見えたもの。出る必要がないもの、私の場合。この書斎はいろいろな意味で安全だったし、盲点でもあった。だから利用していた。授業に出ても友のものに気を使わせるだけだしね。でもその友のものにも暇を与えたわ。一つ教えて。お前にとって学校は最良の場所だったと言えるの？そんなことはないわ。お前にしては頑張った。いいえ、少なくとも小太郎は立派に挑戦していたと思うわ。学校には通わせてはあげられないけど、卒業だけはさせてあげる。風祭り学院はマーテル資本よ。マーテルのものは私のもの。それとおかけの連中の行方も気になるようなら、できる範囲で探してあげる。期待はしないで。私たちはこういう諜報活動みたいなことは苦手だから。ダサン、こうして恩を売っておけば万が一の時には私のために命を張るかもしれないでしょう。お前が私を選んだのは意外の一言。でも人には愚行に走る権利があるものね。私は特にそれを否定できる立場じゃないと思う。まあ無理強いはしないわ。正直お前がガーディアンのスパイだという疑いはまだ捨てきれない。でも決めたのは私よ。応じたのは私。もしお前がガーディアンのスパイで、私がそれを見誤って破滅するのだとしても、文句は言わない。いや、文句は言うわよ。絶対言うわ。誹謗中傷を言いまくるわ。構わないのね。来たわね。
人に聞かれて得をすることはないわ。気をつけ。君、部外者だな。ここで何をしてる？学生だな。一般会員か？この辺りは立ち入り禁止だということを知らないのか？では何だ？自分が何をしているかもわからないのか？君、俺を舐めているのか？貴様、今、俺の耳のことを言ったか？俺の耳を、小麦粉をこねた皮で肉野菜を包んで蒸したり焼いたりしたあの中国料理になぞらえたな。言ったじゃねえか。どうしたの、こと。待てこら！逆下げ？締め落としたら！小僧、俺の耳餃子、おめえの血だれにつけてやろうかい？悪いな、耳が塞がっていて聞こえねえんだ。そんなもんに騙されるか！おお、本当だぜ。なんだ？待てこら！学生気分はもう許されない立場だってこと、忘れないように。いきなりトラブルだなんて、先が思いやられるわね。あの男とはあまりトラブルを起こさないで。主義者よ、あれでも。そのうちまた家でも顔を合わせることになるでしょうね。その時土下座でもしてうまく清算しておきなさい。
お前はまだ心の整理がついていないのだから、同情の余地はあるけれど、そういう時は仕事よ。体を動かしていれば気持ちは追いついてくるわ。立ちなさい。これから人と会うのよ。お前が会うのよ。他の班に面通しを済ませておかなくては。今日のようなことはもう嫌でしょ。気は進まないけど、こればっかりは仕方ないわ。気を抜かないで、厄介な相手と面談しないといけないのよ、お前。秘書のつくのよ。そう。面識はあるよね。どこで会っていたのかしら。あのアホアホ魔物の時。そう。学校近くまで逃走を許してしまったわけね、つくの。ありえない。絶対大勢に目撃されたに決まっているでしょ。必要なことはこのつくのと相談するといいわ。何が？うん。それはこれから出てくるのよ。ふざけた態度の通じる相手ではなくてよ。気を引き締めておきなさい。うん。また一人で出歩いていたのね。危険人物ではないわよ。違うわよ。見てわかりなさい。それは私がこの子を指導しているからでしょうね。聖女のしもべに与えられる仕事の一つよ。この子も同じしもべでね。幼い者や年若い者の面倒を見るのは年長者の務めなの。つくのに任せきりになってしまっているけれど、わかるでしょうけど、シマコはちょっと難しくて、この年齢になっても言葉を持たないの。
お願いね。ちょうど時間ね。軍勢で来るわよ。覚悟しておいて。くだらぬ騒動を持ち込んでくれたものだな。いいから下がれ、おバカ。こちらとしては騒動のつもりはなかったのだけれど、どうも勝手に騒ぐ輩がいたようで。人を一人雇ったくらいで九段階とは思いもしなかったわ。それとも何かしら、この機会に理事会は聖女会の雇用方針にまで強権的介入を行うことになさったの？憶測で物を言うのはやめてもらおうか。これは球団ではなく話し合いだ。3対1で圧迫しようとしていたくせによく言う。このことは聖女のしもべに対する不当な喚問として鹿島に報告させていただくわ。この大事な時期に軋轢を招いては学部全体の威信を大きく損ないかねないものね。落ち着け千里。詰問でも尋問でもないと言った。正式な苦情だ。苦情？聞くわ、須崎。そのものがそうなのか。天の寺小太郎、風祭り学院の元学生。まだ子供ではないか。例外的な処置であることは理解しているけれど、その上でも得難い人材と判断したわ。別に幼いしもべなどいくらだっているでしょう。しもべならそうだがね。学校で知り合った男を身内に引き入れるというのは節度ある行動とは思えないな。それに彼はとても得難い人材とは見えん。なんだと？そうしてちょうだい。気が緩むから。では君はその子供が身辺警護に足る力量を持っていると、そう主張するのだな。当然。だからこそ起用したのだし、私との接触時間が長い彼から
これ以上狩猟者に情報が流れることを防ぐ意味でも今回の確保は妥当と判断したわ。時期的に妥当と思えんね。収穫祭は目前だ。最も必要な時期に彼には何の働きも期待できまい。それとも生きた盾にでもするつもりかな。ええ、そのつもりだわ。本人にその覚悟があるとは思えないがな。天の字、私のために死ねて。こんな子ではあるけど、忠誠心は本物だと思うわ。どうだかな。口では何とでも言える。正直、君が愛人を引き込んだと思うものが多かろうな。構わないわ。私の判断が正しいことはいずれ証明されるはずだもん。ゲスの勘繰りなど気にもならないわね。奇弁だけは聖女譲りなのだな。桜様もそうした物言いをよくなさった。もっとも我々の間には強い信頼関係があったものだがね。あら、私にも同等の敬意を払ってくれて構わなくてよ。彼女の言葉と君の言葉が同じ重さだとでも。思い上がるのもほどほどにしたまえ。私たちは君の奉公人ではないぞ。立場を考えなさい。聖女のしもべが色恋を組織に持ち込んだなどという誤解を放置しておけるものかね。それを問題とするなら、そもそもお前と鹿島の関係はどうだったのか。知らないな。言いがかりはやめてくれるかな。同じ言葉を返すわ。色恋だなんてぶしつけよ。話し合いから取り除くべき言葉ね。彼は有望な人材なのだったね。それを証明できるのかね。実際に試してみたらいかが。ほう、なら私の部下と力比べでもしてもらうか。命がけの忠誠心とやらは拝見できるんだろう。研修中の警護スタッフにプロ相手をしろとは酷な要求だと思うけれど、どうしても私が信用できないというのだから受けざるを得ないわ。これ以上は時間を避けん。そのテストで判断するしかないだろう。それはどう？試しは本日中に行う。後で連絡をさせよう。それでいいのだね。天の字、平気な。そのものの身辺調査は？ええ、もちろん終わっているわよ。こちらにも回してもらおう。小太郎、力を隠したまま格闘の心得がある大人をのすことはできて。ありがとう。一旦部室で待機していてちょうだい。5分で往復できる近道があるわよ。しかも私専用。建設途中で。
計画中止になった地下鉄の施設よ。区間も短いし、建設途中だった他の路線も交わっていないから、存在を知る者はほとんどいないわ。誰にも言わないでね。鍵を預けるから自由に使っていいわ。じゃ、部室で時間を潰していて。仕事があるの。あれだけのことを言った手前、サボってはいられないもの。今からテストを始めるわよ。いいこと？必ずしも勝つ必要はないのよ。力をセーブすることが第一。超人性が発揮されないように注意なさい。常人の範囲で前線してくれればベストよ。そういうことだったとはな。聞いてるかよ。俺はおめえの審査役を仰せつかったんだぜ。そのなめた態度、後悔させてやるからな。そちらの見物客はいない。我々も暇ではないのでね。自分一人だけですよ、お嬢さん。さあ、とっとと始めちまおう。ふん、素人さん、合図だけで構わないぞ。やめ時は俺が決める。おいおい、ルールは決めないのかい？それだと何でもありになっちまうだろう。普通そういうものではない。顔面や急所が解禁ってんならそれでもいいですがね。俺はでも下手したらそいつ使い物にならなくなっちまいますよ。目つぶしはダメだが、顔面ぶったたくのはありってことだな。おい、それでいいのかい？決まりだな。小太郎、どうしたの？さっさと終わらせて。
やめなさい、高砂。俺はよ、いじめられっ子ってやつでな、ガキの頃から強くなりたくて死ぬような思いで鍛えてきたんだぜ。柔道やら空手やらボクシングやら剣道やら、果てはムエタイなんてのもかじってみたけど、何をやっても才能ってもんがね、まるで上には行けやしなかった。自分より体格の劣るやつに乗されてんのにか。笑えるぜ。15の時から腹筋を鉄板にすることだけ考えてきたんだぜ。自衛隊にも入った。だが何をしても満足できる自分をものにできなかった。俺の半分も努力してねえような若造があっけなく晴れ舞台に立つのを見て、それで俺はもう嫌になっちまったんだ。世の中恵まれた奴が勝ち残るのかってな。そして今日、ついに素人のガキにも負けた。高砂、それ以上やるようなら問題にするわよ。うるせえよ、ひな人形が。
才能あるやつはすぐ強くなれて羨ましいぜ。なあ、おい。だけどこいつを裁けなきゃよ。聖女様の護衛なんて務められねえ。そうだろう？小太郎はぬるま湯に浸かってきたのよ。しかるべき訓練を受けてから。小太郎にあれを倒せというのね。小太郎、やれて。そうよ、そのままでおやりなさい。何した？てめえ。
ああした架空の魔物を創出するには生物学的センスが必要よ。差異がないと自覚があるなら創出方法が確立されている動物型を吟味すればよいもの。あのような見た目ばかりのものがどんな用途に使用できると思って。進化を重ねてきた実在の生物の方が構造的には完成している。それを凌駕するセンスは努力だけでは身につかないものだけれど、お前はそんな明白な事実を無視した。自らの劣等感にとらわれすぎたことがお前の敗因かも。でもそうした心の欠損こそがお前をガイア主義者にしたとも言える。お行きなさい。天の自己太郎は力を示した。もはや何の問題もない。ガイア主義者は誰だってそうだわ。そうかもね。そうね。でも能力を使ったわね。そうね、分かってるわ。まあ結果往来ということにしておいてあげる。お前は今日から聖女会所属のガイア主義者よ。せいぜい頑張ることね。